色とりどりの小型ドローン30台が揃いました。ドローンを寄贈したのは松江市に本社を置きシロアリ駆除などを手掛ける小玉サイエンスです。ありがとうございます。会社では未来を担う若者たちに先端技術を学んでもらおうと松江高専など3つの学校にドローンを寄贈しました。我々中小企業とですね教育機関ですね学校とのいろんな接点がもっともっと深まればいいなと思ってて、お互いがこうプラスになればと思っております。松江高専では今後はプログラミングを使ったドローン授業に役立てるということです。動画ってちょっと長くて